はい、皆さんこんにちは。では今日は犬と猫の描き方の実技をやります。コンテンポラリーアートスタイルでやりますから、どういうふうにその平面を作っていくかという実験的な絵画になると思います。で、ワンコを描いていくんですけれども、うちのあずきでですね、あずきがちょっと首をかしげている。かしげているという感じですね。一応犬と猫の、描き方の違いというものをやりますけれども、まずですね、イエローオーカーでこうやって描いていきますが、基本このイエローオーカーの段階では、自由に描いていいということですね。犬は最近笑うらしいので笑っているような感じ。鼻をやっぱりまずは鼻をきちんと描くということと、やっぱり目が非常にこう、うちのワンコは目がなんていうのかな、ちょっとこう愛らしい、スタンダードプードルは、美形というよりはちょっとこう愛嬌のある感じですね。はい、で、こういう感じで描きました。で、おもちゃ、何かおもちゃがここにこう置いてある。それでもう一つおもちゃがある。体のところに何か置くっていうと、奥行きよりもこう浮かび上がってくるわけですね。で、この後ろにあとは何を置くかっていうのはまあ自由なんですけれども、まああまり置きたくないなと。という感じで、参ります。で、通常ですね、後ろ足っていうのはもうほとんど描く必要性はないと思うんですね。ですから、こんな感じですね。で、犬と猫のその描写の違いというのは、この口にあります。口ですね。ここが犬は狼の名残というか、歯がですね、人間より確か多かったと思うんですね、歯の本数が。ですからここが口が裂けて非常に長いんですけれども、猫というのは人間より歯が少ないのかな、ここが歯があまりたくさん猫はないので、この横の口がですね、もっとこう短いわけですね、口が。で、犬はここに歯がいっぱいあるので、口がぐっとこう長くなるわけですね。ですからこの鼻とそれと目の距離があるということですね。ですからちょっと鼻を高く描いてあげるということが大事になってきます。いずれにいたしましても、こうやって描いたら次に今度は、ディテールをこう描き込んでいきます。もうどんどん描き込んでいきますね。で、今使っている色が、グラファイトグレーですね。グラファイト、鉛筆の色ですね。で、ワンコも猫もですね、同じところは毛がいっぱいあるというところですね。で、ちょっとこう笑ってる感じ、笑ってる感じですね。犬は、最近の犬は笑うということなので、ちょっと笑ってる感じ。
この口の描き方によってはちょっとこう怒ってるようなところも出てくるんですけど、あとは、好きに描くんですけれども、この時にできたら、太い筆で描いてほしいですね。でこういう太い筆ですね。で常にですね、ラフな描写っていうのはこの太い筆で行って、あとで、細かいところを描きたいという時は細い筆でということになります。でこれで、まあ、毛が生えている方向に、あの古典の絵ではですね、毛が生えている方向にこのブラシをこうつけていくわけですけれども、でこういうふうにあのブラシをアビュースしながら描いていきます。これでいいですね。でこれでほぼ完成なわけですけれども、あとは背景をどうするかということになりますので、背景色をですね自分で作って、背景の色を、ま、載せていくという感じになります。これでいいですね。これで、ほぼできましたので、最後は、仕上げをやりますが、仕上げをちょっとあの中くらいの筆 でとにかく細い筆で、あまりその細かく書き込まない、犬の特徴っていうのはこのお鼻がですね、鼻が長いというところですね。あとはまあこういうあの、ここにまあ、あのおもちゃがあるんだけれども、これは後で赤に入れようがピンクに入れようがそれは構わないですね。これで、大体終わりです。これがワンコですね。ワンコっていうのはまあこういうふうに、描けばいいと、次はございます。猫ですね。私は猫を持っておりませんので、猫は藤田嗣治の猫でいきたいと思うんですが、猫、まあ、外角を取りながら描いていきますが、
現代絵画ですので、ディテールにこだわる必要性はないですね。猫の特徴は目がですね、なんというか犬よりもちょっとこう犬よりもこう横に長いナッツのような形をしているという点と、鼻がですね低いんですね、ね、あ、犬よりも。それと鼻自体がちょっとちっちゃいという感じですね。で、口もですね、おちょぼ口になります。犬は狼ですからガーッと言うんですけど、猫は おちょぼ口ですね。で、ここまで書きましたら、あとはまたこの大きな筆で塗っていけばですね。で、この時にだいたい猫はですね、この辺に白いところが結構猫はありますので、猫の白いところを、残しながら例えば手足尻尾っていうのはこの色がついているとかですね、背中とかにもですね、保護色なんだと思うんですけれども、ちゃんと色がついている、足にもついている、それで尻尾にもついているということですね。でもこんなもんかなと思うんですね。で、これで最後の仕上げに入っていくんですけれども、目がですねこんな感じ、こんな感じですね。にゃんこの目ですね。で、こんな感じ。もう猫ちゃんもかなり可愛いわけですけれども、私はいつも犬ということで、ちょっとこう三毛猫ですから。で、当然、タイガーのですね、親戚なわけですから、ちょっとこう模様は勇ましく作ってあげると。で、これでいいですね、これでいいですね。で、これであとは背景をどのようにこの作っていくか。例えば背景にですね、そうですね、壁紙を入れたいんだという場合は、背景にこう壁紙をちょっとこう入れて、いろいろなこう背景がありますよっていうですね。で、こうやって背景を入れる時もですね、この猫ちゃんの体にこうかけながら背景を描いていってあげるっていう感じですね。で、あとはやっぱりおもちゃがこうあったりして、こんな感じですね。で、これでいいわけですが、あとはもう少し輪郭を取ってあげる。ですから猫と犬の違いっていうのは、まあ、猫の方がややそのちっちゃいので、華奢っていう描き方と、それからお鼻がやっぱりちっちゃい、口がちっちゃい、これがとても大事なところですね。はい、はい、これであとはサインをこの辺にぐんとこう入れて出来上がりという感じですね。犬と猫の描き方の違いというのは非常に簡単で、この顔が違うということですね。あとは体つきとかはまあよく似てるんですけれども、一番の特徴の違いはこの顔の違いですね。はい。
これがワンコですけれども、顔が猫と犬は違うっていうことですね。で、これはちょっと目が薄いので目をもう少し描いてみますね。と犬は目がこのどちらかというと白い部分が少なくて黒い目がまん丸っていうところですね。ですからこういうふうに背景も描きましょう。背景も描いてですね、背景も描いて、顔の特徴をつかんで描けばこういうふうになりますよということで、犬と猫の表現の違いというものがありますので、それをそのポイントを押さえて描けば犬と猫うまく描けると思いますので、皆さんも挑戦してみてください。はい、これで5月のレクチャーを終わります。皆さんこれで楽しんでください。ではまた See you next time.